こんにちは、うどんです。今回は超絶コスパで高性能な中華の SSD を購入しましたので、そのレビューってことですね。あー、安かろう悪かろうの中華 SSD でしょ。はぁ、めちゃくちゃ性能高い SSD ですよ。もうその辺のハイスペック SSD と遜色ない性能ですからね。っていうか、むしろ今回のやつの方が性能高いまでありますよ。え、そんな高性能になってんだ中華 SSD。 まあただね、信頼性とか耐久性は未知数なんですけどね。まあどうも性能だけはかなり良さそうでした。というわけで今回は、まずは開封やらなんやらをしまして、で次に組み込みですね。まあ余ってる中華パーツで PC1 台組んでみました。で最後に容量詐欺とかベンチマークなんかで性能チェックって感じのお品書きとなっておりますが、どこかに刺さっちゃいましたらチャンネル登録、高評価低評価、コメントスーパーセンス、何でもよろしくのほどを。来ました、これアリエクスプレスチョイス、ベルチョイス、ベルプライス。これね、今回ね、もうめちゃくちゃ早く届いたんですよね。もう秒で届きましたよ、秒で。42万秒ぐらい。あ、なんか切っちゃった。うわ、変なとこ切っちゃって、これもうベコベコになってる。ミホール、ミホールっていうんですかね、ちょっとわかんないけど、 CT300 っていうやつですね。 NVMe の M.2PCIe Gen4 の ×4 の SSD ですね。なんかね、めちゃくちゃコスパがいいっていうことでね、話題になってるんですよね最近。で今回これね、あの 2TB なんですけど、1万800円ぐらいだったんですよ。めちゃくちゃ安い。まあなんかね、セールとかであったからね、結構安くなったんですけど。お、え、むき出しですねここ。え、これこうやって売ってんのかな。ほら、何にもないんだけど、これ。あれ、説明書とかもないんですね。何にもないんですね。こんな感じ。ミホール。裏側にシールがあるんですね。表シールないんですね。これいいですね。こっちの方がいいですよね。これなんでこっちのチップの方に他のメーカーはシール貼ってるんでしょうね。これみたいにね、こうやって貼っとけばいいのにね。これ2テラなのに2つなんですね。この難度。でも4テラも、4テラバージョンもあるのかもしれないですね、これ。まあ、この見た目は普通ですよね。あ、ビニールごと切っちゃってただけか、これ。別にむき出しじゃないですね。拡大するとこんな感じですね。で、この SSD のコントローラーですね。マクシオっていうんですかね。で、これね、なんか TSMC の12ナノのプロセスルールで作られてるらしいですね。PCIe4.0 でも限界数値が出るっぽいですね。シーケンシャルとかだと。で、性能はね、すごいいいらしいです。まあ、ただね、商品ページには DRAM って書いてあったんですけど、どうもね、このコントローラーは DRAM レス設計らしいですね。うん、だから DRAM はないんですけどね。まあ、それでもね、性能は出るらしいんで、ね、まあ、後でね、調べてみますけど。で、難度チップがこちらですね。中国のね、YMTC っていう難度メーカーらしいですね。なんか世界で初めて232層の難度を製品化したらしいんですけど、まあ、ただ最近アメリカからね、なんか禁輸措置なんかそういうのが出ちゃって、いろいろと厳しくなっちゃったんでしょうね。まあ、その影響でね、今回もすごい安く買えたっていうことなんですけど、で、今回のこの難度ですね、TLC なんですよね。一つのセルに3ビットを記憶できるっていう。まあ、2テラで1万800円なのに TLC なんですよ。まあ、この値段だったらね、QLC とかがまあ一般的なんですけどね。一つのセルに対して4ビット記憶させるっていう QLC ですね。まあ、それが一般的なんですけど、この価格帯だったら。まあ、今回のはね、もう TLC ということで、もうかなりコスパいいと思うんですよね。で、こちらが商品ページなんですけど、もうね、レビューのほとんど日本からなんですよね。このクリスタルディスクマークがね、日本語だしね。めちゃめちゃコスパがいいっていうことでね。どっかで祭りになってたらしくて、ほぼ日本の人が買ってるから、あとちょっとね、もうすでに高くなっちゃってるみたいですね、これね。やっぱセールの時に買わないとダメですね。ということで、ここからは組み込みですね。ちょっとね、中華パーツがね、うちにいっぱい余ってるんでね、椅子と1台組んじゃいましょうということで、中華統一ですね、だから。で、まず、マザーボードは先日の第12世代 CPU がオンボードされているマザーボードですね。12700H でしたっけ？これがオンボードなんですよね、ここにね。で、まずは今回のね、この SSD ですね。で、これ PCIe4.0 なんでね、まあ、ここに載せていきましょう。結構発熱も多いと思うんで、これ。ちょっと今回はね、ヒートシンクも取り付けていきます。
まあこれもね以前に買ったやつなんであれなんですけどね、この M.2 用のヒートシンクですね、これをちょっと取り付けましょう。細かいねこれ、長さが足りないよ、ちょっとコントローラー部分の長さが足んないな、切らないとダメですねこれ。これでいいかな、あ伸びる、ブロッカーも必要、いいかこれで、これで OK ですね。このヒートシンクかっこいいですね。でも黒が良かったな。でもう一個ね SSD なんですけど、キングストンのやつですね、あの同じ中華のやつっていうことで、あのこっちにシステムをインストールしていこうかなと。 PCIe3.0 だからもうそのまま取り付けちゃいますね。で続きましてメモリですね。もう今回はねちょっと新たに買いました、この背の低い DDR4 メモリですね。まあただねこれ CFD のやつなんですよね、まあ、だからね純粋な中華じゃないんで、まあ今回のコンセプトからちょっと外れちゃうんですけど、アステンブリーイン台湾ということでね。いやっ、硬い、あ取れた、危ないよねこれ、取るときね結構危ないですね、なんか壊れちゃいそう。ヒートシンクも何もないメモリですね、3200MHz と。で CL が22と。で 8GB が2枚、 16GB ってことです ね。よし。で CPU クーラーですね次は、まあ、このサーマルライトを搭載しようとしたんですけど、なんかねこれもねやっぱね干渉してダメでした、まあ、だから結局こちらですよね、ノクチュア、これじゃないとねつかないみたいですね。ちょっとここもね中華製じゃないんですけどね、CPU グリスを適当に塗ってはめる、やりにくいんだよねでもこれ。よし、これで OK ですね、オンボードはこれで OK で、ケースがこちらですね、以前小型 PC を組み込んだやつですね、小さいけどすごい品質のいいやつですね、この辺のね厚みとかがねかなりいいんですよね。おー危ない、蓋を取って、アルミの板の厚さがすごいあるんですよね。いいですよね。そうですね。こうなってますね。そう、フレックス ATX 電源なんですよね。ここがね。で、ミニ ITX のマザーボードが乗っかって、で、反対側にライザーケーブルで、ミニ ITX サイズのグラボだったら乗るんですよね。まあ、今回はね、何も乗せないんですけどね。フレックス ATX 電源ですね、こちら。これも中華製90プラスゴールド。やばいやつ。これも以前ご紹介したやつですね。いやあ、ここなんか謎の金具が来て着きました。こうだよね、電源ですね、ということでマザーボードですね、これをはめていきましょう。違う、バックプレート、自分で折り曲げろってことか、これ折り曲げる、はまった。オッケー。はまりました。裏コーナー。完成です。ちょっともじゃもじゃのままだけど、起動させちゃいましょう。よいしょ。ということでスイッチオン。ちょっと LED がついてない。ああ、回りますよね。回ってますね。回ってるけど LED はついてない。間違えましたね、端子。あれ、来ませんね。あれ？ああ、来てますね。OK ですね。ちょっとディスプレイの問題でした。ごめんなさい。ちゃんと動作してますね。意外とあの電源でもいけたんですね。ちょっと今 Windows 再インストールしてるんですけど、この電源がめちゃくちゃうるさい。やばい。これついてたら寝れないぐらいうるさい。でも 65dB ぐらいなんですね。ということでここからは SSD のチェックですね。で、まずはフォーマットしないとダメですね。このスタートボタンを右クリックと。で、ディスクの管理ですね。これでボリュームを作ればいいんですかね。シンプルボリューム。OK、フォーマット。で、D ドライブができましたね。これで準備 OK ですね。OPC の部分に D ドライブ出てきましたね。1.86TB になりましたね。クリスタルディスクインフォはこんな感じですね。まあ、電源投入回数が3回と。
まあ、OS のインストールとかしてるんでね、その度に数回再起動してるんでしょうね。で、あと PCIe が 4.0 の ×4 で正常 100%、 まあこんなところですね。で、続きましてこちらですね、 H2 テスト W、 なんか容量詐欺とかを見抜くソフトらしいですけどね、ドイツ語なんですけどね、イングリッシュにして、で、これ全部の領域になんかデータを書き込むらしいんですよね。このライトプラスバリフィ実行しましょう。あ、書き込んでますね。あれでもこれ 2.4GB ですね、書き込んでる速度。とりあえず今のところこれおかしいですね。 7GB ぐらい出るはずなのに、まあしばらく待ってみましょう。これね、あ、書き込みが終わりましたね。これ、まあ、大体27分かかってますね、全部書き込むのに。で、平均の書き込み速度が 1.17GB/秒ってことらしいです。で、これ別に全力でこれ書き込んでるわけじゃないっぽいですね、このアプリ自体が。だからここがね、 7GB とか超えてなくてもいいらしいです。これで正解らしいですね。で、あとはこっちのね、読み込みでチェックして完了って感じですね。終わりましたね。読み込みテストも終わりましたね。若干早いんですね。1.5GB/秒ぐらいですね。で、without error。まあ、エラーなかったんですね。まあ、だから特にその容量詐欺はなかったっていうことですね、これ。まあ、OK ですね、だから。こっちも満タンになってますね。真っ赤っかになってますね。一回このファイルを全部削除します。このテストで作られたファイルを全部削除。まあ、空き容量出てきましたね。で、ただ SSD の場合はファイルを削除しただけだと、実はセルにはね、データはまだ残ってるんですよね。トリムコマンドっていうのをやらないといけないんですよね。まあ、だからこのボリュームのプロパティからツールをクリックして、で、ドライブの最適化とデフラグですね、こちらを実行していくんですね。まあ、ハードディスクの場合はね、デフラグメンテーションを解消するってやつ、まあ、断片化したファイルを解消していくんですね。まああれが結構気持ちよかったんですけどね。まあ以前はね、デフラグハイになってる処刑も少なくなかったと思いますけどね。で、SSD の場合もね、ここで最適化っていうのをすると、あの、トリムコマンドが実行されて、トリム済みっていうのが出てくるんですね。OK ですね。まあこれでね、あの、セル内のデータが完全に空っぽになって、もう SSD の場合はこれをやっちゃえば多分データの復元とかもできないと思います。で、続きましてクリスタルディスクマークですね。あ、やっぱ7000いくんですね。で、書き込みもまあまあ早いですよね。で、あとこのね、ランダムアクセス性能、この辺も結構高いんですよね、これ。358MB/秒、ちょっとめちゃくちゃ早いですね。これサムスンの980プロと比較しても結構いい数字出てますね。まあ、サムスンの方はね、3分の1ぐらいデータが入っちゃってるんで正確な数字じゃないんですけど、まあ、ほとんどの場合で CT300 の方がいい数字出てますね、これ。で、続きまして、この ATTO ディスクベンチマーク、なんかファイルサイズによってこの読み書き性能をベンチマークしていくらしいですね。だから結構細かく性能を評価できるみたいなところですね、これ。あ、終わったみたいですね。まあ、500bのね、小さいファイル、小さいデータの時からもうすでに 80MB/秒ぐらいありますね、書き込み性能。読み込みも早いですね、 90MB/秒と。で、だいたい 8KB になると 1GB/秒を超えてくると、うん、早いですね、もう。ちっちゃいファイルでも結構ね、読み書きが早いっていうことですね、これ。だいたい 500KB になると読み書き性能がもう 6GB 超えてきて、うん、もう分かんないですね、異次元ですね。こっからあとはもうずっと最高性能なんでしょうかね。で、 IOPS がこんな感じと、18万インアウトぐらいで頭打ちしてるって感じですかね。ね、この辺大体一緒ですよね、全部。18万から20万って感じですね、IOPS を。980 Pro より CT300 の方が性能全然出てますね。ほとんどのパターンで CT300 の方がいい数字が出てますね。まあまあ、条件がね、全然違うんでね。2TB と 1TB だし、空き領域がね、100% と3分の2と。あくまで参考程度ですけどね、これは。で、続きまして、でっかいファイルのコピーですね。サムスンの980 Pro から CT300 の方に、この 200GB ぐらいデータが入ってるフォルダをコピーしてみますね。あ、来た。ね。あ、197GB だな。表示とちょっと違いますけど。あ、なんかエラー出ちゃった。なんかおかしな動作になってますね。なんかサムスンの方がダメになってるっぽいですね。なんかクリスタルディスクインフォで出てこなくなっちゃいます。
多分ね、この CT300 の方は大丈夫なんですよ、これ。ほら、再起動すると、サムスンのやつも出てくるんですよね、また。正常だし。あれ、なんかサムスンの方が変なエラー出ちゃってる、これ。なんか書き込みはできるけど、読み込みがちょっとおかしいですね、このサムスン。キングストンの方からだったらね、あのコピーできるっぽいんで、ちょっとこちらで 100GB のでっかいフォルダをコピーしてみますね。まあちょっとね、速度は出ないんですけどね、だから 100GB ね、だいたい 1.7GB ぐらいでこうずっと書き込んでるんですよね。ちょっと間髪入れずにもう一回コピーしましょう、これね。こっちにね、連続コピーですね。 200GB 目ってことですね。ほら、全然速度落ちてないんですよね、これ。やっぱこのキングストンの読み込み速度で書き込んでるから、ちょっと持て余しちゃってるのかもしれないですね。また 300GB 目行ってみましょう、これね。さっと。このね、温度も全然変わんないんですよね。41度とか。なんかアイドル時は40度なんですけど、この実行時にも41度っていう。全然温度変わんない。これ400ね。全然落ちない。まあ、2 テラっていうのもあるのかもしれないですね。SLC キャッシュがちょっと多いみたいな。ちょっと 500GB 目ですけど、全然変わんないですね。500GB 書き込んで、全く速度が落ちませんでしたね。1.7GB/秒から。まあ、サムスンの方からね、あの書き込みできないのがちょっと下せないんですけどね。サムスンからキングストンにはコピーできました。ちょっと謎ですね、この辺。もしかしたらマザーボードの方の都合かもしれないですけど。やっぱちょっと性能高いですね。まあだからあとは耐久性と信頼性みたいなところだと思うんですよね。まあ中華製なんでね、その辺はねちょっとあんまりない気はするんですけどね。というわけで今回は中華の高性能 SSD を試してみましたが、まあ思いのほか高性能でついおすすめしたくなっちゃうんですけど、まあただね、ストレージは信頼性、耐久性が一番重要だと思ってるんで、まあ、やっぱおすすめはできませんね。ちょっと変化球気味におすすめしないんだね。まあ、購入先もアリエクとかになるし、あともうちょっと実績みたいのが積み重なってこないと、まあ、まだまだサブ的用途にとどまるかなって感じでしょうか。なんか結構雑に送られてきてるしね。まあ、あと今回の YMTC とかいう難度メーカーはアメリカのブラックリストに載った影響かなんかで、まあ、数年後には難度事業を撤退するみたいな噂があるんですよね。ちょっと未来がないかもですね。あー、やっぱアメリカ強いね。今回は以上です。はい、ありがとうございました。よし、できました。ちょっと盛り付けがね、謎なんですけどね。盛岡ジャジャ麺なんか混ぜるらしいですね。ちょっと器が小さい、器の小さい男、いただいてみましょう。あ、味噌うまいですね、これ。甘辛の味噌って感じですね、これ。麺がちょっとね、もっちりした感じで。あ、これ美味しい。ちょっと食べにくいけど。お昼の定番にしていいかもしれない。